君次にお尋ねいたしますけれども大臣は公職選挙法がこの日本の民主主義社会についてどのような意味を持っていると判断されていらっしゃいますか、はい、松島法務大臣日本に公正な民主主義を根付かせるために必要な重要な法律だと考えております有田君法務省設置法三条にある法律上の維持との関わりで やはり公選法というのは非常に大事なものだとそう理解されていますね松島法務大臣はい有田君大臣これは何でしょうか松島法務大臣内輪です君ここにああれここに政治家が名前を記入をして一般の有権者に配布をすれば これは公選法に違反していますか、それとも合法法ですか松島法務大臣政治家の名前だけだと、それは公職選挙法、2つの問題があると思います、公職選挙法でいう、その財産上の価値があるものを配ったと言えるか、その使い捨てのうちが言えるかどうかということが1つと。もう1つ 名前を書いて、名前だけなのか、それともいろいろ政策的事実、今、日本ので行われている政策的な事実をも含めて書いた資料とも呼べるものなのか、という意図も持ったものかという、いくつかのケースがあると思います有田君、大臣、これは何でしょうか松島法務大臣。 先日来、問題になっております、私が今年の夏から9月の初めにかけて配りました、私の名前と、そしてこの1年間の法律、国会で成立した主な法律について、概要をまとめた資料を書いた、それを、資料を印刷して、うちわの形に。 内輪状の形にしたものであると思っております有田君内輪という形にしたんですね、はい、松島法務大臣はい結果的には内輪です有田君じゃあそれは松島大臣が何度もおっしゃっているように討議資料という形を借りた内輪じゃないんですか松島法務大臣え、討議資料を読んでいただく そのための形が、そのような形になっております有田君あの大臣、落語で豊田家屋っていうのはご存知ですかね、上方落語で、ああ落語好きの方はあのご承知でしょうけれども、みかんのようでみかんでない、それは何かと尋ねたら、金柑金柑っていう、大臣のこの間の答弁聞いてますと、うちわのようでうちわでない、それを何かと尋ねたら、討議資料、討議資料。 でこれこは成り立たないんじゃないですか、これ、小学校どこ行って、あるいは幼稚園行って、これとこれをみんなこれなにって聞けば、うちはって言いますよ、討議資料なんて誰も言いませんよ、おそらく大臣が配られたイベント会場でも、うちはの認識しかないんじゃないですか、違いますか。松島法務大臣、えー、確かにそれで、えー 風をあぐう方も多かったですから、そういう意味ではあ、そういう認識をされた方も多いと思いますし、同時に、同時に、えー、書かれた中身について、ああ、こういう法律ができているのかというようなことをおっしゃったり、えー、あもう一度明るいところでちゃんと見るねとおっしゃったりもしていただきました。有田君昨日衆議院の法務委員会でも,も 議論になりましたけれども、大臣はこの、なんて言ってんの、うちわのような、討議資料っていうか、討議資料のようなうちわっていうのか、うちわですけれども、これについて、発注伝票、あるいは請求伝票などは、もうお示しになりましたか松島法務大臣。えとまだ、あ予想の委員会などではあ提出をしておりません。 それぞれの委員会の、まあ、あの問題になった委員会は、参議院の予算委員会がスタートで、いくつかの委員会ございますので、それぞれのまあ理事会なり、ご意向なりをお諮りいたした上で、提出させていただきたいと思っております荒田君、その発注書などには、内ちって書いてないですか、はい、松島法務大臣。 ちょっと私自身、確認してません、あのうん、近日中に確認ができると思います有田君。理事会に提出していただけませんか、委員長。ただいまの件につきましては、五国理事会において協議いたします有田君。大臣は、参議院の予算委員会の蓮舫議員の質問の中で、えー 有価物である物品ではないと解釈して政策をいたしました、大臣になってからもこういう解釈されてるんですか松島法務大臣。はい、解釈はか変えておりません。有田君。そうしたら、これからもこういうものはどんどん印刷をして、配布をする、そういうおつもりですか松島法務大臣。たただこうした 疑念を招かれ、いろいろな指摘を受けましたので、今後は配布をやめます春田君、やっぱりまずいと思うから配布をしないんじゃないですか、そこはどういう判断なんですか松島法務大臣え先ほどの言葉と同じでございまして、まずい、まずくないというのは、私といたしましては、 えー、公選法で定める価値のあるものではないと考え、かつ、討議資料に資するものだと考えておりましたが、えー、いろいろなお考えが、いろいろな解釈の仕方があるということを学びまして、それで、えー、配ることは、配布することはやめようと、そういう考えに至った次第です荒<上>田君。 昨日衆議院の法務委員会で、柚木議員が質問をされました、そのとき、この経済産業副大臣のうちわを掲げて、ネットオークションでは5250円で落札されたという言及がありました、実はですね、これは経済産業副大臣のときのうちわだから5250円なんですが、なんと、この法務大臣のうちは今、1万6500円で、 オークションでで落札してるんですよ、まあ、そのときはそんな価値はなかったかと,ということかも分かりませんが、有価物じゃないですか、違いますか松島法務大臣あの。私がお配りしたときは、そんな価値などは何もついていなかったと思います。